お元気ですか、ボクシムです。今回はエポック2023北海道日本ハムファイターズプレミアエディションベースボールカードの開封動画です。こちらは1パックカード6枚入り、1ボックス6パック入りでございます。それではね、早速やっていきたいと思います。では早速6パックやっていきたいと思います。まずはね、1パック目でございます。上川端大吾、内野手でございます。万波中正外野手でございます。鶴岡慎也捕手でございます。 OB ですね、今川優馬外野手でございます。でメタルパワーですね、これね、北山幸喜投手でございまして、こちら15分の2となっております。清宮幸太郎内野手でございます。2パック目でございます。鈴木健也投手でございます。で七代和幸内野手でございます。懐かしいねユニフォームでございます。日本代表の時のねコーチでもございます。石井和成内野手のキラでございます。でメタルパワーですね、これは上沢直行投手でございます。矢沢幸太投手でございます。加藤貴之投手でございます。3袋目でございます。失礼いたしました。谷口優也外野手です。 OB でございます。上沢直行投手でございます。石井和成内野手でございます。でメタルパワーですね、奈良間大輝内野手でございます。で安西かなと投手でございます。で栗山英樹監督でございます。日本ハムの前監督でもあり、WBC 日本代表の前監督でもございます。記憶に新しいところですね。4袋目でございます。中島拓也内野手でございます。ごめんなさい、八地良太内野手でございます。小地ポンセ投手でございます。万波中正外野手のこちらね、銀箔のサインカードでございます。加藤豪介内野手でございます。松本剛外野手でございます。5袋目でございます。伏見トライ捕手でございます。中西直樹投手でございます。新垣隼人投手でございます。 OB でございます。吉田康生投手でございます。で野村勇輝内野手のこちらね、金箔でございますが、光ってるバージョンでございます。こちらがですね、59分の30でございます。
杉谷健司内野手でございます。 OB でございます。そして最後の6パック目でございます。上沢直行投手でございます。鈴木健也投手でございます。で白井和之内野手でございます。で宮内春樹投手でございます。で玉井大将投手でございます。で直筆サインカードもねもちろんございます。前 WBC 日本代表監督栗山英樹監督でございます。でこちらがですね、60分のね43でございます。ちょっと見えますかね。はい、こちらでございます。ちなみにですね栗山監督はすで、にね、別の種類で1枚持っておりますので2枚目でございます。はい、で次はですねこのエポックのですね今度は広島カープ編もね購入しましたのでそちらをね開封動画としてやっていきたいと思いますのでカープファンの方はね必見でございます。以上でエポック2023北海道日本ハムファイターズプレミアエディションベースボールカードの開封動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。